続きです。タイヤ元に戻してもらいました。アルミホイールにね、でフロントとねリアもね戻してもらって、でサイドスリップですかね、まあホイール元に戻してもらったんで、一応ねあのテスターでねちょっと見てもらいました。そしたらね、あの特段変に狂ってはないらしいですね。なのであのねガツンガツンとぶつけたね、ぶつけちゃったせいで狂っちゃったということですね。ガツンガツンと側溝に落ちたり縁石ぶつけたりねしちゃったから、でね、なんでね、またね、続き動画撮ろうかなと思ったら、これね、ね、先ほどのね、動画も領収書をこうね、映しましたけど、なんと、これ、ね、ノーマルホイールタイヤにね、変えた後にね、お金支払ったんですね。なので、それでもね、2850円です。4本、脱着、ね、脱着して脱着ね外してつけて、でしかもそのサイドスリップの調整をして、で、ね、検査してね、それで2850円ですよ。でびっくりしたんですよ。安っと思って、もう自分が思ってたもう半額ですよ、もうほんと。そしたらね、今アルミね元に戻してもらいましたんで、またお金ね、同じお金ねちょっと払いに行ったわけですよ。そしたら「ん?」みたいな「ん?え」「もらってますよ」みたいな、もうね3倍増しでびっくり。あれですよね、ノーマルホイールタイヤにね脱着してね、それ車検行って帰ってきて元のねアルミホイールタイヤに変えてもらって2850円ですよ、ね、もちろんその、サイドスリップのね検査ね、アルミホイールに履き替えたんで一応ちょっと見てもらったら、あ OK です、大丈夫ですねって、それまで含めての2850円だったという。もう、びっくり。と思っちゃって。そんな安いの?あれですよ。鹿児島来てね、軽自動車協会のね、隣ね、普通車とかもね、車検、ね、ユーザー車検向けられますから。普通車の人は軽自動車だけじゃなくて、そこから本当にほど近いところにこのね鹿児島自動車工業協同組合ね予備テスター場っていうのがねありますから、もう強い味方ですよ本当に。びっくりしました。まあ、いいね、めちゃめちゃ、いいびっくりですよ。ということでね、無事、車検も終わりましたので、ね、移動したいと思います。どうもありがとうございました。ポチッとな。